ではバイオバイツを与えてみたいと思います。めっちゃ見てんな。はいどうも、ビバです。皆さん熱帯魚、皆さんが熱帯魚なわけじゃないんですけど、熱帯魚の餌何与えてますか？一般的に熱帯魚といえば人工飼料で飼育することができます。この水槽にいる魚なんかはよく餌を食べてくれて、とても飼育も楽なんですけど、熱帯魚の中には人工飼料に餌付かず生き餌だったり冷凍飼料にしか興味を示さない魚もいます。そんな魚で有名なのがこちら、アベニーパファー。この小さな淡水フグ、飼育したいっていう方多いんですけど、なかなか餌問題で躊躇する方が多いです。基本的には人工飼料には餌付かず冷凍ワカムシがメインになるんですけど、実はこんなアベニーパファーも食べてくれるかもしれない餌があります。バイブラバイツ、これは杏林さんから出している熱帯魚の人工飼料です。これがですね、一時期アベニーパファーも食べてくれるということでとても話題になりました。過去形で言っちゃうと結局食べてくれなかったのかと思われるかもしれないんですけど、これはよく食べてくれます。もちろんアベニーパファーの個体差もあるので、食べてくれないアベニーパファーもいると思います。我が家では無事に食べてくれました。ただですね、このバイブラバイツ、アベニーパファーに与えるにはちょっとサイズが大きいんですよ。実際のサイズ見てみましょう。これがバイブラバイツのサイズ感です。下のマス目は実線が1センチ、点線が5ミリですね。なのでバイブラバイツ1つあたりはだいたい5ミリなんですよね。アベニーパファーは体長が2センチぐらいなので、これ1本丸々食べるとなると口から胃まで一直線に突き刺さりそうなぐらいのサイズ感。ちょっとアベニーパファーには食べづらいサイズなんですよね。なので我が家ではバイブラバイツを手作業で細かく砕いてアベニーパファーに与えています。こんな感じで1ミリ2ミリにすると比較的すんなりと食べてくれます。細かく砕く方法については過去の動画でも紹介しているんですけど、このバイブラバイツを砕く作業、面倒といえば面倒です。うちのアベニーパファーはバイブラバイツ結構好きで食べてくれてるので、なんとか頑張って細かく砕いていたんですけど、バイブラバイツを出している杏林さんから新しいバイブラバイツが出ました。それがこちら、バイオバイツ。名前もバイブラバイツからバイオバイツに変わってニューモデルが出ました。こちらの製品は成菌剤配合、光菌、あらゆる小型熱帯魚、カラシン、グッピー、ドワーフ、シクリッド等、パッケージにはスカーレットジェムが鎮座しています。スカーレットジェムもブラインシュリンプがメインになる生き餌メイン生態なんですけど、スカーレットジェムも食べてくれるみたいですね。さあ、前置きは長くなりましたが、今回の動画はバイブラバイツとバイオバイツの比較動画です。実際にサイズ感はどう違うのか、配合する成分は何が違うのか、実際にアベニーパファーに与えてみて食べ具合はどうなのか、そのあたりをじっくりと見ていきたいと思います。アベニーパファーに限らず、スカーレットジェムとかキエがメインの生態を飼っている方はぜひチェックしてみてください。ではまずバイオバイツとバイブラバイツ、配合する成分にどんな違いがあるか見ていきます。パッケージの裏面には製品の特徴と与え方、使用原料、そして保証成分が記載されています。まずこちらの新製品のバイオバイツ、これにはバイブラバイツからプラスされた要素が一つあります。それが光菌。バイオバイツには杏林おなじみの光菌が配合されています。腸内環境を維持して糞を分解、水の汚れを抑える、水槽内の雑菌の繁殖を抑える、これがバイブラバイツから新たに加えられたバイオバイツの特徴です。そして餌といえば気になる保証成分。バイブラバイツは英語表記で細かく記載されてるんですけど、実はメインとなる保証成分は全く同じです。これは表にして載せておきたいと思いますが、本当に変わりません。そして気になるサイズ感の違い、バイオバイツはこんな感じです。あれ、全然同じじゃないか。あんまりサイズ感変わらない感じがします。こちらバイブラバイツ、こちらバイオバイツ、並べてみるとだいぶちっちゃいですね。失礼しました。バイブラバイツは長さが5ミリ程度、それに比べてバイオバイツは3、4ミリ、そして太さも若干細くなっています。これならアベニーパファーいけるかな。実際にちょっとこのまま与えてみましょうか。ではバイオバイツを与えてみたいと思います。めっちゃ見てんな。いくよ。はい、あ、すごい、砕いた、自ら砕いた。細くなってる分折れやすいんでしょうか。もう一本いきます。
ちょっとわからないな。もう一丁。ほら、欲しいか。バイオバイスだよ。あ、一口で結構食べますね。あ、食べた食べた。あ、吐き出さない。バイオバイスなかなか優秀かも。じゃあ続いてバイブラバイス、折らないでそのまま与えたいと思います。バイブラバイスだよ。こっちはね、やっぱでかいんですよね。あ、食べた。あ、吐き出さない。意外とバイブラバイツも食べた。もう一回バイブラバイツ。おお、やっぱりちょっと長いかな。こうやってくわえ込んだまましばらくもぐもぐしています。このまま吐き出すかもしれません。いけるかな。このアベニーちゃんは我が家で一番大きい個体だと思います。あ、いけるか。あ、吐いた。あ、食べた。バイブラバイツも食べづらそうではありますけど、一応食べてくれましたね。ただよりサイズの小さいバイオバイツの方が食べやすそうです。ほら、これなら折らないでも問題なく食べてくれてますね。おい、諦めんな諦めんな。最後まで食え。アベニパファーはこうやって水槽を汚していくんですよね。あ、食べた食べた。あ、やばい、出る。あ、出た。食べた。こんな感じでバイオバイツは細かくしなくていいので、ちょっと給仕が楽ですね。もちろん細かく砕いた方が食べるとは思うんですけど、この赤虫に似せた形状っていうのも大事かもしれないので、食べる個体であればそのままのサイズでいいと思います。より小さい個体だと砕いた方が良さそうですね。ちょっと砕いたのをあげてみます。やっぱり砕いた方が一口で食べられる分食べやすそうですね。食べ残しについては南沼エビが食べてくれています。南とアベニー混泳させてから1週間くらい経ってるんですけど、南沼エビはほとんど減ってる感じはしないですね。やっぱり流木の影とか水草の影に隠れがちなんですけど、アベニーに餌をちゃんと与えていれば隠れ家の多さも相まってそこまで捕食はされてないみたいです。ネグロちゃんが来ましたね。ネグロは食べるか。ネグロはやっぱ植物性の方がいいのかな。低床に生えてる苔を食べてるみたいですね。バイオバイツは興味なし。バイオバイツ、バイブラバイツ、共にミルワーム配合されてるみたいなので、やっぱり植物性の魚にはあまり効かないみたいですね。せっかくなんで、ベタにもあげてみたいと思います。ほいほいほい、バイオバイツ。まあ、ベタは問題なく食べてくれますね。1本丸まんま与えると咀嚼の時間が長いですね。粒タイプの餌よりは食べる間隔が長いです。ベタには粒タイプの方がいいかもしれません。もしくはバイブラバイツ、バイオバイツ、細かく折ってあげると良いと思います。
というわけで今回は杏林さんのバイオバイツ、杏林さんのバイブラバイツ、この2つを比較してみました。バイオバイツの方が新しい製品ということもあって、いろいろと改善されています。バイオバイツには新たに光菌が配合されていて、サイズもちょっとだけ小さくなって、小型魚でも食べやすくなっています。その他配合する成分とかはほとんど変わりはありません。なので新しいバイオバイツを買えばいいかなと思うんですけど、ちょっとだけ落とし穴があります。それは内容量とお値段。今回チャームさんの本店で参考価格として紹介したいんですけど、バイオバイツは約840円、バイブラバイツは約340円、倍ぐらい値段が違うんですけど、実は内容量にも差がありまして、バイオバイツは 20g で840円、バイブラバイツは 35g で340円。内容量と合わせて比較してみると、バイオバイツはかなり割高な感は否めません。新製品で光菌配合で食べやすいサイズになったバイオバイツか、ちょっと大きいけど量はたくさん入っていてしかも値段が安いバイブラバイツか、どちらを選ぶか悩ましいですね。ぜひ今回の動画でそのお悩み解決できたら嬉しいです。ちなみにバイオバイツはホームセンターとかでなかなか売ってないので、ネットショップで買うのが手っ取り早いです。動画説明欄に商品リンク載せておきますので、よかったらそちらもチェックしてみてください。それでは今回の動画は以上です。もし参考になったという方はチャンネル登録、グッドボタンいただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。